イメージの問題だと思います。その対策のために2つの練習方法があります。皆さんこんにちは。今回はピアノ曲が途中からだと弾けなくなる人へと題してお届けします。最初からだと弾けるのに途中から弾こうとすると途端に弾けなくなる、こんな経験ありませんか？不思議ですよね。最初から弾けるのになぜと思いませんか？多くの場合ピアノのテクニックの問題ではなく、心の中で音を思い浮かべるというイメージの問題だと思います。その対策のために2つの練習方法があります。1、尻尾から練習法。2、響きのイメージ作り練習法です。1の尻尾から練習法についてです。ピアノ曲が途中からだと弾けなくなる人の多くは最初からばかり練習していませんか？そして最初から通し練習ばかり練習していませんか？そのお気持ち、通したいというお気持ちはとてもよくわかります。通し練習とっても気持ちいいですもんね。けれどもあえて尻尾から練習していきます。例えばシューマンのトロイメライを例に出したいと思いますが、最後の4小節から練習していきます。この4小節が把握できたら、さらに遡って4小節をプラスして8小節というように練習していきます。たい焼きお好きですか？頭からかじるのも美味しいですけど、時には尻尾からかじるとまた違う味わいがあります。それと同じです。この尻尾から練習法に2番目の響きのイメージ作り練習法を加えると、さらに効果を上げることができます。いえ、むしろこちらの方が今回の本丸と言ってもいいと思います。最後の4小節を例に挙げると、この4小節を10秒ほどイメージします。この時に思い浮かべたいのは手の動きだけでなく音そのものの動きや響きです。これが大事なんです。10秒間思い浮かべたら音を出してみます。これかなり難しいと思います。きっとすぐにはできないと思うのですが、その場合はまず響きを確かめます。例えばこういう響きですね。で次はこういう響きになります。例えばこの2つですけども、メロディーだけを、旋律だけを弾いて先ほどのこの響きを思い浮かべます。どうですか？というように旋律だけを弾いて和音の響きを思い浮かべるということをやってみてください。少し忍耐がいる練習ですけれども非常に効果あります。これができると、例えばですね、この最後の4小節と冒頭の4小節
を比較したときに、どのように旋律が変わっているのか、もしくはどのように和音の響きが変わっているのかということを把握することができます。つまり楽曲への理解が自然に深まり、曲の構造を把握することにつながります。それによってピアノ曲が途中からだと弾けなくなることを克服することができます。もちろんアンプにとってもいいことしかありません。ぜひ試してみてください。それでは。